スタートしました。綺麗なスタートを切りました。10レース。岩手日報杯第39回スプリングカップ bb ガルダン賞です。先行争いですが。 まず内から上がっていきます3番ジャイアントスターですホームストレッチ入りましたステージアートその後ろその外にラブバレットつけています前固まっていますが3番ジャイアントスターのペースリード1馬身です5番ステージアート2番手外に並んでラブバレットですさらには11番リュウのファイトゴールバン通過内1番ユナイテッドボス中段位置7番のシグラップロードをつけましたさらにその後ろ6番ドクトロモレ1コーナー入ります2番のリケジョ外目からはドラゴンチャンプあるいはダンストーンスリルシンガリからいきますヒダルゴで1 0 0 0ー通過1段です 身ぐらいの圏内に11頭固まって2コーナー3番ジャイアントスターリードは4分の32番手5番ステージアートで向こう正面です4番ラバレット3番手ラバレットは3番手うち1番のユナイテッドボス800を通過外に並んで11番竜のファイトですあと1番審査中段12番のリケジョ外には7番のシグラップロードドクトルモレですその後ろに8番のダンソンスリル9番のドラゴンチャンプあるいは10番のヒダルゴで残り600を通過まだ一段の11頭第3コーナー入ります 先頭の3番ジャイアントスターは体半分のリードさあ外目からじわっと上がってくる11番のリュウのファイトを連れて上がっていきます4番のラブバレット前3頭400を通過34コーナー入りますその直後に7番シグラップロード上がっていきました5番のステージアート34コーナー中間地点から4コーナーへ持ったままでリュウのファイト無チが入っているのはラブバレット4コーナーから直線コースへ11番リュウのファイトリュウのファイト200を通過外からシグラップロードを伸びてくる外からシグラップロードを伸びてくる内4番のラブバレットシグラプロードセントリ変わったシグラプロ ロード2番手には龍のファイト3番手、ラバレット外から揺らいで飛ばす先頭はシグラップロードゴー鮮やかシグラップロード差し切りがちです10レース第39回岩手日報ハイスプリングカップ3歳馬の重賞は BB ガルダン賞7番のシグラップロード鮮やかに差し切りがちを収めました